こんにちは。時間が押しているということなので前置きは抜きにして早速始めたいと思います。私の持ち時間は15分ですのでよろしくお願いします。聞こえません。すいません、大丈夫です。内容です、15分の持ち時間をなんとか、お話でしていきたいと思います。私はパワーポイントが何かトラブルがあったら直せないので今日は持ってきます、私の今日のお話のテーマは、皆さんにお渡ししてあります伊藤由布子通信の22号なんですが、裏をご覧ください。そこに最終処分場は紙町だけの問題ではない、これが私の今日のお話の、結論であります。というのは、まあ、もう特にご存知の方たちだと思うんですが、距離的な問題でもなければ場所とか地域の問題でもないし、今を生きている私たち生きている私たちの問題なんだというふうなことをこうなんだと思います。最終処分場の指定廃棄物と言われている汚染されたゴミは原発がなければ生まれてこないものだったわけで、もちろんその大震災ということがあったわけなんですが、そもそも原発がなければこういったゴミは生産されないわけなので、私は、処分場だけの問題を取り出して最終処分場をどこにするか、どうしたら安全に処分できるか、そんなことを問題にしていただければ解決しないと思っています。ですから町にいても処分場の問題、どうして上町なのというふうな問いがあることここからも出てくるんですが、どうして上町なのってここのところに、どうして深山だけなの、どうして下原地区なのって別の言葉を入れても同じだと思います。上町だけの固有の特定の問題じゃないというふうに考えています。ということで結論を先にお話ししましたが、最終処分場の候補地に選ばれたというか発表があったのは2014年の1月20日でした。もう特にご存知の方たくさんいらっしゃるかと思いますが、ちょっとお付き合いください。新聞発表が1月20日で、その前の日に町長に電話があったそうです。知事からお宅の方が選ばれました。あまり言うのかなというふうに思うんですが、そういう事実があります。じゃあその候補地にあった場所はどんなところなのかといいますと、そのご覧の通信を見てちょっと見えにくいんですが失礼します。田代だけと総称してますが、候補地に選ばれた候補地に上がったところは箕輪山というところで、標高600メーターのところなんです。でこのブルーの資料のこれも裏面をご覧ください。これは2014年5月3日に作ったものなんですが、上町のあちこちで話をしていくのに使った資料です。そこの写真がこれじゃないんですね、白い紙です。それも白い紙になって人もいるようです。ブルーのね、ちょっと足りなかった。その裏面に箕輪山はどんなところってありますが、これは山の半分がダム工事用に削り取られた、本当に入門無残な山が半分になった、平地なんですね。でそこに宮崎の人たちにとっては知る人の知る山が動くところなんですね。ちょっと地形が変わっているんだそうです。
ここは山菜の宝庫で、宮城県たちはいつも行ってるところなんだそうですけど、何年か行ったら、あれちょっと場所が違うんじゃないっていうふうな感覚に襲われることがあって、そういったふうに山が動くところと言われています。そしてもう一つここに書かれてないんですが、これは二ツ石ダムの環境影響調査といって、二ツ石ダムを作るときに、調査した報告書が東北農政局が作ったもののそのままここに抜粋して載せてあります。ここに載ってないんですが、実は二ツ石ダムの岩石石を採取するためにこの山を真っ二つにしたんですけど、この石は結局使われなかったんです。使ったんですけども無駄だったんです。というのはダムができて、完成して、河川敷をやって間もなく水漏れが発覚して、調べたところダムの底の方にね、使ったこのここから取った石が浸水性があって水漏れがしたため工事やり直しということが起きたんです。ということでこの岩石は不適当だということが工事関係者はみんな分かっていることで、それから宮崎の人たちも工事やり直しになったことは知ってるんですね。そういったことは、まあ、あの環境省は知るや知らず、いや本当に全く無視した、形でここを選びました。もう少し付け加えますと、山形県最上町まで約、まあ、ここでは県道2キロというふうに書いてたのが一番最初の、記録なので、本当正確に言うと、2.4 キロとか変わりました。ちょっと最上町まで約県境まで約2キロで、候補地の裏側すぐ私たち車で降りていくと20分もかからないで中山平駅に着くんです。そこを行く途中に岩道沢ダムがあって、正確に測ると 3.1 キロだったそうですが、上から地図上に測ったら 1.8 キロだったので、そこにそういうふうに載せてありますが、しかもそれは岩道沢ダムはエアイノは鳴子渓流ですかね、鳴子温泉の方に流れていっているエアイ川に来ます。で上町の方は鳴瀬川に流れ込みます。山の頂上は水源地、降った雨はみんな流れていくわけで、どっちにも山形側にも鳴子側にも上町側にも流れていくんですが、そういった水源地と言われている場所なんですね。それからここはもっともっとこう大事なのは、実は、2010年2月1日震災が起きる前の年なんですが、ふるさと宮城の水循環保全条例ということで鳴瀬川水道水源特定保全地域に県が指定したところなんです。くしくも震災の前の年なんですね。鳴瀬川水道水源特定保全地域に指定したところなんです。そこをそこが選ばれたんです。じゃあ先ほどの問いに戻って、なぜ田代岳、なぜ箕輪山、なぜ上町なのか、どんな選定経過をたどってここに至ったのかということをちょっと触れたいと思いますが、実は有識者会議がその選定項目選定基準に関わっていたということですけれども、8名から9名の方で、東北の方はいらっしゃらないんだそうです。来たこと、現場にもちろん来たこともない方として、選定の方針が
まず地形や土地利用に制約のない国有地を県ごとに抽出することから始まったというふうに書かれてあります。地形や土地利用に制約のない国有地を最初に選んで、それから水質とか地質とか地形とか詳しいことは全く書いてないんですが、洪水の危険性とか水源までの距離とか、それから生活している場所までの距離とか、そういう大雑把なもので、点数評価をして、17箇所が選ばれる、最終的に3箇所に絞られる。それが上町と栗原市、深山岳と対話の下原地区なんだそうです。でとても私は腹立たしいのは、自然環境というところがあるんですが、項目があるんですけど、先ほど見ていただいたように自然環境豊かかどうか、豊かでない方が候補地として高得点になるんですね。上町のこの箕輪山は木が生えていません。岩石を削り取った跡なので、風強風の場所ですし、植えた、芝生とかも植えてあったんですが、それももう強風のためになびいて伸びていません。そういった自然が豊かでない場所なので高得点になっているんです。とっても優秀だと思います私これ。自然が豊かでないので上町はここはぐんと得点が上がって、第一位になるくらいの11点で上町が第一位かなということになっています。それから水源地で、2010年に県が特定水源、2010年に県が水源特定地域に選んだ場所なんですが、例えばこの間3月23日に私は塩谷町の精進沢遊水地というところを見てきました。塩谷町もたった1箇所指定された候補地なんですが、そこは1時間で6万匹の水が湧く名水百選に選ばれているところなんですが、環境省、環境省の部落には誰一人そこが名水百選の場だと分からなかったそうです。副大臣に聞いても分からなかったんです。私はそこを訪ねていて、ちゃんと看板を確かめてきました。精進沢遊水地環境省という名前がちゃんと書いてありました。というふうにことごとさように全く関係のない、どんな場所なのか、将来的にここはどういうふうにして守っていかなければならないかとか、次世代の子どもたちのためにどんな影響があるかとか、全く関係ない形で選ばれているんだなというふうに思いました。質問時間になってしまったんですが、今、上町では5月いっぱい、積雪あるいはその道路がね、安全でないから崩落があちこちで亀裂が入ったりしているので今調べています。で5月いっぱいはそこを通行止めにして環境省も来ないように、したいということで通行止めにすることに決定しています。でもきっと環境省ヘリコプターの上空が行くんだろうなっていうのはみんな想定しています。でも、道路の整備ってね終わらないということで通さないことにしようって言ってますし、今一番の多くの人たちは忙しいところです。今来てほしくない、今来てもらったら困るということでみんな心配してるんですが、若者たちが幸いそこでもうフェイスブックに載ってるか言うと多いと思うんですが、5月30日に、田代キャンプ場というところがその一等町にあるんですが、そこで銀河縄文音宴っていう
いろんな人たちに歌ったり踊ったりとか、いろんな催し物をするために若者たちがそこで集う計画を立てています。なんとかして若者たちを呼びたい、してもらいたい現状。直接その候補地まではまだ交通止めなんていけないんですが、ちょっと手前で様子が分かるかと思うので、そこに来てほしいなっていうことを言ってましたので、ご宣伝しておきます。じゃあ最後に一言だけ。あのマスコミもこぞって、あるいはその上町の、 あの最終処分場いいんじゃないのっていう人も中にはいるんですよね。そういう人たちをいかにもその元気づけるかのようなマスコミの報道とかあるんですが、大人の対応をしましょうよみたいな、大人の対応だそうです。というのはその、2014年、去年6月4日 の、 あの、ね、地元の新聞に上町長、際立つ強硬姿勢、大人の対応の声もという見出しが大きく踊っていました、これは6月、建設候補地の詳細調査を迫られた時の絶対反対ですというような強硬な反対姿勢を示したことをあの表現したものかと思いますが、でも一部のこう批判的な人たち の、 あの言論が取材面だというふうに思います。あの住民はあの時断ってくれてよかったねっていうふうにしようね、私たちは語り合っています。緊張しても先頭に立って矢面に立ってくれたからよかったね、私たちも一緒に頑張ったから今もあるのよねっていうふうにあの語れるように将来そうなっていくようにしたいと思っています。もともと対等でない相手に向かうのは大変なことですし、今までやったこともない対応の仕方です。県や国に対してものを言うなんてなかったことを今地元の本当に硬い中の私たち頑張って体を張って峠に座り込みしたりしているわけで、そういった本当に初めての体験なんですが、一緒にあの絶対あの反対して、私たちが反対すればきっとみんなもあの分かってくれる、一緒に力を合わせてくれるに違いないって希望を持って、今頑張っています。それからなので足りないところもいっぱいありますが、ぜひこの作った資料でゆっくり読んでいただければと思います。今日は本当にありがとうございました。